エゼキエル・デイビッド・ゼキ・フライヤーズは、イングランド出身のサッカー選手。ポジションはディフェンダー。ストックポート・カウンティ・ FC 所属。2011年9月20日、フットボールリーグカップ3回戦のリーズ・ユナイテッド、AFC 戦にて、トップチームデビューを果たした。マイケル・キャリックと共にセンターバックとして、先発出場し、3から0での勝利に貢献した。 4回戦のオールダーショットタウン FC 戦では、左サイドバックとして出場した。プレミアリーグデビューは、ウルバーハンプトンワンダラーズ FC 戦で、68分に、パトリス・エブラとの交代出場だった。2012年夏にマンチェスター・ユナイテッドとの契約を満了し、ジュピラー・プロリーグのスタンダール・リエージュへ移籍したが、2013年冬には、トッテナム・ホットスパー FC へと移籍。 半年のギャップはあるものの実質的には、トッテナムがマンチェスター U に育成保証金を支払わずに獲得したこととなり、マンチェスター U 監督のアレックス・ファーガソンは、トッテナム会長のダニエル・リービーを批判しているが、ルール上は問題ない遺跡であるとされている。2014年9月1日、クリスタル・パレス FC に3年契約で遺跡した。翌年1月16日、 チャンピオンシップのロザラムユナイテッド FC に1ヶ月の短期ローンで加入した。2017年7月、バーンズリー FC に3年契約で移籍。2019年6月、スーインドンタウン FC へ移籍。ありがとうございます。